石がすごい増えてきた。わかんないのでとりあえず。これあれだよね、ホームページに載ってたやつじゃん。こっちにもある。うわ、今回は霊峰富士山麓富士五湖周辺にある廃村となった村に向かいます。彼らには触れられないし声もかけられない一方的な存在だと認識しています。これ人型じゃねえ。行きますよ。